ディエス入れ、特典ドラマ、攻略室、いざグラズヘイムへ行く前に。天にそびえる魔城、目覚めるイザーク、そして、黄金への反逆を決意した神父様たち。これは、私のルートで地獄巡りをする前の、あったかもしれない、ほんの一幕である。はい。というわけで、今から私たちは、あのふんぞり返った獣様を、しばきに行かなければなりません。しかし我々、グラズヘイム決別組のメンバーは、ヘタレ神父、デカパイシスター、足引きババアと、なんとも不安の残るラインナップ。成功法ではどうあがいてもあっさり締められるのは、自命の利ということで。そんな情けないあなたたちに私が秘策を授けてあげようと思う。しょっと、はい、これ各自攻略本ちゃちゃっと読んで、質問は許可する。いやいや、攻略本ってちょっとこの子はっていうか、足引きババアって何を、しかも無視して紙の束渡してくるし。いいではありませんかねえ、マレウス。これもまた神のおぼし召というもの。第一、これは他ならぬテレジアからの頼み事なのですよ。ああ、いいでしょう。生まれ変わったこの私、溢れ出す万能感がまま、全身全霊で叶えてあげようではありませんか。ちょっとこれどうしたのよ。なんかクリストフ気色悪いぐらいテンション高いんだけど。反逆決めて吹っ切れたのと、溜め込んだ親バカ爆発でこうなったんじゃないかしら。まあ、本人は乗り気で何よりなんでしょうけど。はい、そこ。死後は禁止。神父様を見習ってさっさと読む。ああ、はいはい、わかりましたよ。どれどれ？何？まず城に呼ばれると、破壊大好きなハイドリヒキョウはきっと、にこやかに三人を闘技場へ放り込むでしょう。うわ、目に浮かぶわ。となると、まず出てくるのは愛しの藤井くんをたぶらかす、ネクラ鉄燃費に違いない。これ以上友情という名の耽美でホモホモしい雰囲気出させるわけにはいかないので、奴はここで仕留めると。えらく市場入ってるわね。それで肝心の対抗策は、ここで足引きババアを投入。ネクラ鉄燃費をわし止めし、他二人を先に行かせるべく時間稼ぎ。あわよくばそのまま生意気にもヒロイン面してるこいつもろともなきものに。できるか！なに？私一人で相手がマキナ？手のいい生贄じゃない！スワスチカもびっくりだわ！頑張るがいい、イカズゴケよ。さよなら恋のダークホース。いつの間にか純情属性ぶったのは、あなたの敗因と知るがいい。何この子怖い、紛れもなくハイドリヒ教の血筋なんだけど。次、おそらく待ち構えているのは獣大好き鉄の恋愛処女。ここはすかさずデカパイシスターをあてがい女合戦に持ち込む。適当にカインを盾にしつつ、いつまで処女やってんの、プププ悔しかったら認めてみなさいと煽ることしばし、口喧嘩に移行して、あとは根性で痛みに耐えつつすかさずビンタって。大丈夫リザ、昔からそういうの得意でしょ。白馬の王子様こじらせた女の子に生々しい保健体育突きつけて乙女の夢を粉砕するの。ねえバビロン、あなた子供の育て方根本的に間違ったんじゃない？じゃそして最後、暴走ワンちゃんことシュライバー卿をネチネチいびった私が、そのまま彼のトラウマをえぐってえぐってえぐり倒したその隙にハイドリヒ卿の元までたどり着くわけですね。
さすがテレジア、見事な采配。お任せを。期待してくださって構いませんよ。実のところこの私、自慢じゃありませんが、子供を慈しもうとした挙句空回りしてドツボにはまるのは大得意なのですから。孔明、レアと呼ぶがいい。クリストフのあれ、本当に自慢じゃないでしょ。たくましくなったとは思うけど、さすがに自分のトラウマ笑って話せるようにはね。はい、そこシャラップ、受け入れて。なぜならここは私のルート。幼なじみ、頑固頭、金髪おっぱい、知らぬ存ぜぬ、まとめて心底どうでもいい。最後に勝つのは正ヒロインなの。たとえ金髪おっぱいと1万年イチャイチャされても、その後何千年日陰の女やってても、私は絶対諦めない。この一途な心こそ勝利の鍵と知らしめたい。なのでカプイン、私と藤井くんが紡ぐピンク色の未来を守るため、惜しみなくその魂をかけてほしい。では、はい、えい、えい、おう、そこ二人、声小さい、えい、えい、おう。はぁ、あ、計画通り。とか考えてるんじゃねえのかな、あの人。腹ん中真っ黒そうだし、粘着メルヘンっぽいしな。内乳なのに威勢がいいし。ああ、暇だ。ったく、早く屋上来ようなあいつら。おお、サビ。